どうも、タイチです。今回はコンパスの使い方について少しポイントを説明していこうと思います。今ですね、私2人今子供がいるんですが、上の子が小学校3年生でコンパスを使う時期になってきました。で、実際ですね、やっぱコンパスって苦戦するんですよね。使い方は知ってるんだけど、いざ書こうと思ったら針ずれるじゃんとかね、最後の最後でクシャってなっちゃったりとか、多分経験ある方も多いかと思うんですが、その時にやっぱり練習をしていくとうまくできるようになりますし、逆にここでですね、もうコンパス嫌だってなっちゃうと、そのコンパス嫌だがもう算数嫌だにもなりかねないので、まあ、そうなってほしくないっていうところで、ぜひねポイントの方を押さえていってもらえたら嬉しいです。それでは実際に使っていきましょう。で、コンパスを使うだけだったらコンパスだけでもいいんですが、例えば学校の問題ね、半径3センチメートルの円を描きなさいとかっていう時はこちらの定規も使います。まあ、今回はね使い方なのでコンパスメインで喋っていきましょう。ではみんな、コンパス準備できたかい？まずはですね、私のはこれちょっとノック式でこうやって針が出たり入ったりするんですが、まあ、針に気をつけてね、あの同じノック式の方は針を出しましょう。で、まずね1個大事なのがね、針の先と鉛筆、まあ、シャーペン型もあると思うんだけど、の先っぽの高さが同じになってるように、ここのネジを回すとね、これ緩くなって動くんだ。例えばこういう風に、例えば鉛筆使いすぎてさ、こんなんなってると書きにくいし、うまく使うことができません。なのでここをね、ぐるぐると緩くして、先っぽがだいたい同じぐらいになるように調節しておきましょう。でね、ここのネジ緩んでるとね、使ってる時にグイって動いちゃってイラッてするから、結構ギューって締めちゃって大丈夫です。それではここからね、実際に練習していくんですが、コンパスを使う時に大事なルールがあります。それが下敷きを使わないです。これ普段ね、あの書く時に下敷きをここの下に挟んで使ってる方もいると思うんですが、下敷きを使ってしまうと、まず下敷きに針で穴が開いてしまうっていうのもあるし、滑っちゃうので針がうまく刺さらないんでね、こう動いちゃうんだよね、コンパスの針が。だから下敷きは使わないでください。あと練習する時に結構裏紙、例えばチラシの1枚の紙とかでやる方が多いんですが、そうすると同じく下が硬いので針が刺さらなくなってしまいます。なので練習するときはこういうノートみたいので、しかもねちょっとページ数がある程度こうやって見えるかな、いっぱい残ってる状態の紙とかノートの上でやるといいです。これが例えばね、端っこの1ページ目みたいな、ここでやっちゃうと下が薄すぎてね、針がうまく固定できないんですよね。まあ、さあの慣れてくればもちろん書けるんですが、最初練習するときはこのノートがある程度ね、いっぱいページが残っている状態の上で練習しましょう。それじゃあ実際に使っていきましょうか。まずコンパスで書きやすいのは、半径が狭い円よりも広い円のが書きやすいです。まあこんなわーって広くなっちゃうとまた大変ね、書けなくなっちゃうから、まあこのぐらいかな、ある程度広い方が書きやすいので、まず練習はこっからいきましょう。でポイントです。まあこうやってね、針を刺してくるくるくるって回すんですが、大事なのは針です。こっちじゃない、書いてくれるのは鉛筆なんだけど、今回のポイントは針の方。針をまず刺します。まあ本当は書くときはね、中心に合わせるんですけど、これにちょっともうちょっと狭くしようかな、入らない気がした。刺すよね。そしたらこの針の方にある程度力を入れます。書くのがこっちだからさ、どうしてもね、鉛筆の方に力がグイっていっちゃうと針が外れちゃうんです、こっちが。だから針の方に力を入れて、あとは鉛筆をシューって滑らせます。でどうしてもね、濃く書かなきゃって色をねって思っちゃうんだけど、最初は薄くていいです。多分今みんな画面であんま見えないでしょ、これ書いてあるんだけど。で慣れてきたらこうやってね、力を入れて濃く描ける、あごめんずれた、なるんだけど、最初は薄くていい。だからまずいろんなね、紙の上にもう幅とかもう何センチか決めなくていいから、好きな幅で好きなとこに針を刺して、針の方こっちに力を入れておく。でここをグッてした状態で、こっちはそーっとスケートの上を滑るように、そーっと最初は薄くていいからね、で滑らせる。で今片手でやってるんだけど、両手を使っても構わないで、ちょっとノートね押さえる手が使えないんであれなんだけど、こうやってさちょっとやって、んちょっと手がきついって思ったら、一回左手使って持ちやすく右手を変えて続きから書いてあげる。左手使って持ち替えて書いてあげる。こんな感じいいかな。それをやってみてください。コンパスで一番の失敗は、やっぱりこう書いてる時にどうしても鉛筆の方に力が入りすぎちゃって針が外れちゃうんです。こういう感じでいい、こうやって書いてるうちにこっちに力が入っちゃう、こっちにね傾けちゃうから、うわーっていってしまうの。
で、それが一番のミスの出やすいとこなので、とにかく針をちゃんと刺してあげる。こっちにね、体重を乗っけてあげて、あとは鉛筆は滑らせるだけって。で、もし慣れてちょっとね、書けるようになってきたら針刺すじゃん。そしたらね、ここね、上にさ、こういうのついてるから、ここでくるくる回す。書かなくていいから、こうやって練習してごらん。でも針あるから気をつけてね。こうやって練習する。そうすると慣れてくると、針固定してシューってシューって滑らせると、こうやって片手でもね、円描けるようになりますので、ぜひ最初はね、あの半径何センチとか決めなくていいから、自分の好きな大きさで好きなように描いていく。で、まずは大きな円からで、慣れてきたらちょっとちっちゃな円、こうちっちゃい方がね、ずれやすいから難しいんだけど、こういう、うわっ、こういう風に書くことができますので、ぜひね、楽しく練習していってください。ということで、今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、授業動画撮っていきますので、よかったらそちらも見てみてください。それじゃ、またね、バイバイ。